おはようございます。グロイン基準価格の変動要因を解説します。グロイン毎月分配型の10月8日の基準価格は、2637円でした。前日比プラス1.4%、36円の上昇となりました。グロインの基準価格は、前日のルクセンブルグの16時、ニューヨークの10時の時価に基づいて計算されています。 続いて為替と株式別の変動要因です。基準価格の変動のうち、為替要因がプラス5円、株式要因がプラス31円でした。7日の株式市場は欧米ともに上昇しました。米国では追加景気対策の部分合意への期待から、S&P500 種株価指数はプラス1.74%上昇しました。 一方、米国の広域株指数はプラス0.63%の上昇となりました。為替は広域の中、円安となりプラス要因となりました。以上です。